はい、えっ、ー、と、2022年の12月25日の雑談配信です。えー、よろしくお願いします。ちょっと音声が聞きづらいかもしれないですね。申し訳ない。えっ、ー、と、水星の魔女を見ました。えー、11話か12話やって、何にも進んでねえな、この話、と思ってた。あの、早くドンパチやれ、と思いながらですね。だけど、 その学園者の,の揺り物のね、えー、パイロットがちょっと落ち込んじゃったりとかしてそれをこうエミリアンさんが慰めるっていう回ですねでも実はその裏でこうテロリストが動いててっていう話「で、地球の魔女」なんてタイトルでした、ね、何にもあ何にもガンダムが出てこねえと思ったりもしましたし よくみんなこれを楽しみに見てんなーっていうふうに思いまして、えー。もうこれを楽しみに見るんだったらさ、水、水星の魔女はさ、あのー、G のレコンギスタとかさ、あとなんか面白くな、あー、鉄血のオルフェンスとかさ。ねここれが面白いっつってもいいだろうっていうような。 ガンダム G セイバーでもいいですしさ。うん、わからない。水星の魔女を応援してる人は何が、何をもって応援してるのかがやはり僕にはわからない。変わらない日常が欲しいのかな。ガンダムって戦争ばっかりしてるから。うん、っていうのとか、いろいろぐるぐる回って。水星の魔女がいいんだったらジーレコだっていいだろうし、ヒゲガンダムだっていいだろうし。 あの超人キンタマンだっていいだろうっていうようなあそ,そんな風にちょっと思ってしまいましたねあと、うん、今週はちょっと作画が海外に発注したような絵が何枚か入ってて面白かったなともは思いましたけどそうかサンライズでもこうなるかっていうのをちょっと思ったりとかしましたブルーレイでは直されてるかもしれないーぐらいかなあ,あとガンプラはね僕は今年のプレゼントはガンプラだっつって いやーなんつってもう、組み立てて飾ってしまいましたけど。ーあのー、本当のクリスマスプレゼントはですね、あのー、本当はね、雑談でもっと前に話すあれだったんですよ。ガンプラ探しに行ったら、あのレトロフリークっていう、あのー レトロゲームをエッジで MI 出力できるゲーム機があって、で、これがあ今でも揉めてるのかな、著作権かなんかで、まあな中に入ってるエミュレーターのー権利かなんかがクリアされてないっていうので、販売停止になってたんですよ。で、えー、販売停止になっててその、出ないから、転売屋がこれをすごい値段釣り上げてたりとかしてたのね。だけど それがガンプラを見に行った日に見つけまして、あ、あるじゃんつってね。うん、まあ、定価で今買わないとなと思ってさて、転売屋から高く買うのは嫌だかなと思って。じゃあ、これを今年のクリスマスプレゼントにしよう。そして、今までいやその、レトロフリークを買うとファミコンができて、スーファミができて、メガドラができて、ゲームボーイができて、ゲームボーイアドバンスまでできる あと、セガマーク3とかゲームギアもできるで、ね。これで6、4もできたらよかったのにねと思うんですが、あの、それを第2のクリスマスプレゼントとして、それで、本当は今日それを、その、プレゼントですっていうので今日、今年のガンダムと一緒にこれは今年のプレゼントですってやって、ゲーム配信をやりたかった。まあでも、一つは体調が悪いから、 レッドラフリーク。前から欲しかった。ね、でメン、メンマさん昔から言ってんだけど、僕は自分で欲しいなって思ったものは、大体、その時間がかかっても手に入れられるって信じてるから、やっぱり今回も手に入れられるからさ、欲しいと思ってたのは3年ぐらい前なんだけど、あの、3年前にみんなが熱狂してるぐらいの時に、別に手に入んなくてもいいやとも思ってたから。 やっぱ手に入るんですよ。こうやって。あの欲しいなって本当に思ってればね、えー。で、これを今日、まあ、触りでもね、その、だからちょっとね、5分ぐらいゲームをやるだけでもさ、いいかなと思って、えー、パソコンにつないでさ、これでやってみたの。したら、あの、動くことは動くんですね。レトロフリークが動くことは動くんだけど、 音があのプチ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 ってさ、あの、なんでだーと思って。きれいに音が出ないのはなんでだろうっていうのでうーん、ねそのあの。ゲームを遊ぶことでさ、ノイズが入るのってすげえストレスなんだなーっていうのを僕は感じました。特に単純な音のゲームだったりとかすると、ちょっとでも気になるノイズが入るだけで、えー、気持ちがそがれてしまう。 いやあ、参ったなあなんて思っちゃって。いったー超いったーと思っていろいろ調べたらですね、えー、周波数、HDMI の出力の周波数、レトロフリークから出てる周波数ってのが4 9 1ヘルツですかになってる。で、このメガヘルツ数が僕が持ってるキャプチャーソフトの、その、 周波数と合ってないらしいの。だから、8割音はキャプチャーできるんだけど、あと、映像は綺麗に出力されてんだけど、音だけ汚いっていう。音がプツ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 ,プツ飛ぶ感じになってるのね。ああ、と思って。じゃあ、今日お披露目でレトロフリークできないな、なんていうふうに思いまして。まあ、無音でやれば別に、あの映像だけは綺麗にいくから、それでいいんだけど、うーん、残念って思いました。 えー、超残念ですね。あのーあのー、いろいろ、いや、僕レ、ゲームであの、ゼルダの伝説の不思議の帽子っていうやつを遊ぼうって前から言ってて。で、そのー、ま、あ、ゲームボーイの実機とかね、あの、あーゲームボーイなんとか、<laughs> スーパーファミコンにつけて、うん スーパーファミコンになんか差し込んでさ、で、ゲームボーイ繋げるソフトがあるんですよ。なんつったっけあれ。スーパーゲームボーイ2だ。で、それでね、遊ぼうっていうふうにも思ってたんだけど、まあ、せっかくレトロフリークをこうやってね、購入したわけですから、ーサンタさんからのプレゼントでレトロフリークだですから、じゃあこっちでやろうかなと思ってさ、 楽しみにしてたけど、音は鳴るけど、ノイズがひどくて、これはちょっと、配信で流せる分ではないなぁというふうな判断で。だから、今、レトロフリークを買ってさ、これを配信、自分で一人で楽しむ分には別に雑音あったっていいんだけどさ、いや、これを見せ物として出すにはちょっと音が良くなさすぎんなぁっていうので、えー、今度は、え、ー レトロフリークを買ってしまあ、買わなきゃなとは思ってたんですけど、でもね、キャプチャーソフトもね、ある程度のものだと4、5万したりとかするから、はあ、また、また、またちょっとずつお金を貯めて買うかなんていうふうに思ってるところでありました。 今日もしそのね、レトロフリーク動いてるのちょっと見せたいっていうのもあったし、僕のレトロゲームコレクションをこう、ね、全部こう、インストールする放送とかもやりたかったんですけど、あまあ、それは、インストールは全部裏でやって、なんかしようかなっていうふうに思ったりしてます。あの、やっぱ気になるんだよ、ノイズが。音声ノイズ、なん,なんだかなと思ってさ、まあ、 のこの機械の中に、レトロフリークの中に入ってる機械があんまり汎用性がないってことなんだろうと。だって、任天堂 t e n d Switch にしたってさ、プレステ3にしたってさ、音声がちゃんと出力されて、その、キャプチャーソフトできれいに取り込めてるんだから、なんでレトロフリークだっけこんなブツブツ音が飛んでんだよっていう風になってるので、えー、まあ、しょうがねえかーっていう。 もしそれで治んないようだったら、レトロフリークが悪いって話なんだけどうん、まあそれも検証しようがないんでね、調べた限りだと、周波数、レトロフリークが一つしかない、その周波数のチャンネルみたいなものに、キャプチャーソフトが対応してないといけないらしいと。で、それはまあこの、この5年ぐらいで発売されたキャプチャーソフトであれば対応してんだけど、ちょっと古めのキャプチャーソフトで、 あると、そういうのがね、あのうまく取り込めないっていうことらしく。残念って思いました。僕の持ってるキャプチャーソフトは、そのプレステ3とかのフィルター機能をスルーできるやつだったりとか、あとアナログですね、コンポジット出力とか、ああいうやつも全部対応してるので、で今そういう対応してるやつがないんですよ。あーだからまあしばらくこれでもいいかと思ってたんですが、まあいよいよ。 買い替える時かななっていう風に思ったりしてます。だから、ゼルダと、ゲームボーイのゼルダと、大地のショーと、天空のショーとかいうあるゲームね。遊んで、えー、あと、女神転生ですね。メガテン2がもう僕め、僕がもう女神転生2はさ、やっぱさって思うわけ。 あのこれは絶対配信でやりたいやつと思ってるやつだからいつかやるぞってアトラスに怒られるかもしれないしもしかしたら僕の記憶から抜けてるけどそのなんか裸とかが出てるかもしれないのでうんていうやつこれと「女神転生2」と「ラストハルマゲドン」っていうゲームがあって。 で、これは本当はパソコンゲームなんだけど、ファミコンに移植したやつがあって、これもうやってやるぞと。あとレリックス、暗黒要塞、えー。この辺をさ、もうね、エミュレーターで遊んでんじゃねえのかっていうツッコミが入るぐらいに綺麗な出力で遊んでやるぞっていうふうに、えー。まあ、いずれできるといいですね。これも僕が今遊んでやるぞって思ってるから、いつか多分できるんですよ。 それが別に10年後になるかどうかは分かんないですけど。あの、しかしまあ、まあこんなの買っちゃったからス、スティームのセール今回参加できないんですけど、まあそれはそれでいいかっていうね。古い、古いっぽいゲームを買うよりは本当に古いゲームをこうやってコレクションするぐらいが僕は好きだったりするなあなんていうふうに思いました。というわけで、まあいずれレトロフリークでファミコンとか、 遊ぶ時はよろししくお願いします伝説のオーガーバトルとかね、やりますからね、楽しみにしててください。えー、っと、今日も部屋が寒くて、でもなんかクリスマスカンパっていうバカみたいなカンパはもう終わったらしくてね、よ、えー、かったですね、と思ったりしますが、うん、部屋の中が寒い。で、今もジャンバー着て、で、ちょっと今日ペン,ペンタブレット持って行くから、 ちょっと手袋外しましたけど、あのー、手袋もねちゃんとね、あのー、<laughs> しっかりして今日も寒いなーって言いながら暖房もつけずに、えー、頑張ってみました頑張ってみましたっつうかまあこれで過ごせるんだったらいいけどやっぱ部屋着じゃない上着を着てるとなんか部屋の中にいる気がしなくて嫌だね、えー <laughs> リラックスしませんね昨日昨日ジャンバーを着ながら布団に入って寝たんだけど2時間で目が覚めちゃったからねやっぱ着慣れないもので寝てると緊張してんだなってうふうに思いましたはいこんばんはチキン食べたいやー無理ですねこんばんはチキンは食べませんケーキも食べませんでしたけどメリークリスマス ねえ、みんななんで24日の夜にチキンを食べたがるんだろうなあというふうに思いますし、本当のクリスマスは今日だろうと思うので。まあでもハロウィンもそうだけど、お祭りの仕方も間違ってれば、風習も日本人風にアレンジしたり、カレーライスのカレーだってインド人に食わせれば違う料理だっつうしな。 日本人はアレンジが好きだだよねっっって思ったりとかしまます。うーんんで、なんだっけ、まあ、日本人用にアレンジした中華がなんだっけ、町中華っていうらしいんだけどうんそうじゃなくて本格中華のことをガチ中華って言うらしいですね。バカなんじゃねえかなって。日本人の口に合わねえから日本人用に直してんだろチキンもよ。ケンタッキーフラ,ンドフライドチキンもそうなんだろうと思うので。 今日ケンタッキーにしない。絶対しない。そんな CM 売ってる限り僕は絶対に今日はケンタッキーにしないと思うんですけど。<laughs> あの CM ほんとやめてほしい。こっちが食べたくないかったり食べようとするときにあの提案される感じ。嫌ですね。そんなん言われなくたって食べたいものを食べるよ。あと、ケンタッキーフライドチキンは店舗によって味の差がでかすぎるので。 美味しいケンタッキーは美味しいけど、まずいケンタッキーは本当にまずいから、ずっと同じ油使ってんじゃねえかっていうぐらい、こう、うん、美味しくないチキンのやつありますね。えー、でも、あと僕はお年も召しているので、お肉もね、食べたいなって思うんだけど、胃が受け付けなくなっていくから、まあ、牛とか、うん、ロースとか、 うん、に比べれば鳥はだいぶ食べやすいんですけど、いやー厳しいなと思ったりしてます。チキンは食べてません。うん少なくともそのなんでみんなクリスマスに、えー、の <laughs> その <laughs> ケンタッキーフライドいつからなんだろうねその風習はねと思って、まあいつの間にか作られたもんだよなと思ったりしますよ。 うそんな好きな時にケンタッキーフライドチキンを食べればいいじゃないって、えー、思うんですけどね。なんかみんなもクリスマスにチキンを食べる。だからターキーだろ <laughs> あごめんごめん。すごい時差的なツッコミで申し訳ない。七面鳥食わねえんだっていうのもあるしな。 まあこの話は毎年してるけど、どうせ毎年治らないし、そういう風に楽しく暮らしている人たちがいるから別にそれをどうこう言うつもりはない。そんな感じです。あ、そうそう、YouTube の動画のアーカイブが今日ようやっと1週間分ま,るまとめてアップロードするの大変だなと思ってさ。でもなんとか終わりましたね。終わった。これで少し、あの、 心配の要素が一個なくなって良かったなと。やることはたくさんあるし、あだけど、よかったなぁと思います。ねうん、ブッシュド・ノエルはまだ覚えてますね。良かった、うん。まあ、そんな感じでさ、なんかよくわかんないよ。ガチ中華とか言われたってさ、本格インド料理ってあわれだってさ。うん ナポリタン、スパゲッティ味とか言われてもわかんない。ん逆だろえー。うん、まあ、そんな感じです。なんか話そうと思ったけど、チキンの話対応してたら忘れちゃった。まあ、まあまあ、全然大丈夫。その忘れてもいい話だから忘れたんだから、うん。なんかでも、そのガチ中華ってワードは、なんかアホっぽそうですね思います うん、あと、ああ、コロナと女芸人か。昨日の夜中にあの、ポプテピピクやると思って待ってたっていうのと、アカシアサンタやると思って待ってたっていうのがあってさ、割と頑張って夜中起きてたんだけど、もう歌われるものを見てたら、もう気持ち悪くなっちゃってさ、ああ、もうダメだ。見てらんないっつって。で、大体同じ時間ぐらいにさ、 NHK かなんかで女性芸人でなんとかえみこさんとかさまあなんか話題のというか割とキャリアのある女性芸人集めてインタビューしたりで,で元 SMAP の中居君とか、えーえー、元千原ジュニアの人とかがなんかお笑いとはみたいな感じの話してるスペシャル番組をちらっと見た。 そこで、上沼、あ、上沼恵美子ちゃん、ね、が、えっ、ー、と、紅白の仕事を10年前か20年前にもらったときに、古立一郎の台本には台詞がたくさん書いてたけど、自分の台本には一行たりとも台詞が書いてなかった。だから、あ自分でその台本に台詞を入れてうん、その、赤組が歌うときに、 何十秒かこう、前奏、音楽の前奏がかかってる時に、こう、何か言うセリフを考えたんやでーとかいう話とか。それをさ、20年後時に見るとさ、ダセーの。愛が生まれた日にさ、なんか悲しい時、嬉しい時ありますよねみたいな。バカが考えたポエムみてえなのか <laughs> きやがって、この野郎と思ったりとかして。だからお前はダメなんだよって思うんだけど。 あの多分その「MeToo」運動からの流れでこういう番組を作ろうっていうので、えー、まあその後にコロナになったりとかしたから日本でそういうのをね女性芸人の立場向上だったり考え方だったりみたいなのを特集する番組を作ろうっていう趣で作ったんだけど上沼恵美子あと,あーとオアシスのなんとかっていう人顔が地味な人あと そのあのあのお笑い番組によく出てていつも浮いてるおばさん,うーん友近うーんとかあの辺がお笑いについて何か語ってるっていう番組だったんだけどなんかちゃんちゃらおかしいやーと思ったりいたしました僕はだから女性を評価してない人なのかななんていうふうに逆に思いましたけどね 評価される女性がいれば全然いいんだけど、面白い人がいないだけなんじゃないのっていうことだったりいたします。えー、A マッソとか、えっ、ー、と、M1 に出てたちっちゃいコートを太った人とか、あ,あと、吉住とかあ、まあいろいろいますね。ボル塾とか。ボル塾に似た人で、 3人組の1人が病院に入院してるから活動があんまテレビでできないボルジュグみたいな組み合わせの人とか <laughs> <あの笑>ね。ねいっぱいいるけど別にあの人たちがいてもいなくても困んねえんだよな。綺麗どころを集めたいんだったらアイドルで若い子はいるし、ね、女優で綺麗な人でお笑いに出てくれる人もいるから。 のそっち使えばいいだけの話だもんななんていうふうに思うのでまあそれだけの存在であるしあのー、あとまあ今年 M1 で M1 とかでも思ったんだけどおか、ね、こ,のこの話結構するねおかしい話おかしいことをしたりボケたりすることに特化する人とかがたくさんいらっしゃるけど本物には勝てないって話をよくするしあとあのー まあ、これはちびまる子ちゃんが悪いんだけどさ、あの、ミニワさんっていうさ、クックックって笑う、ミニワさんっていうお笑い好きのキャラクターがいるけど、なんかあの要素なんだよなと思ったりするわけ、えー。普通の人にはわかんないけど、私にはこの笑いのセンスがわかるみたいな感じのやつとかを、をミニワさんはポジションとして持ってたりとか、 するでも自分が面白いことをやる立ち位置ではなくてその見る側として見るプロとしてなんかいるんで,でそれ目当てに、えー、分からないお笑いをやろうとする人もしくは奇行ですね奇妙な行動をすることでそ,のおそ,それがお笑いだとおかしなことをするからお笑いなんだ 奇妙ななことをするからお笑いなんだ面白いことをやるからお笑いなんじゃないのかっていう話なんだけどだからその辺が今そのこの時代の狭間の中で組み違いが起こっててまあこういうことが起こり始めるとそのその歩行者天国じゃなくてボキャブラ天国じゃなくて、えー、っとあの筋肉症状態がデビューしたあの 一般参加お笑いお、ミュージック番組みたいなさ、音楽番組がこうだんだん廃れてきて、それでも新しい音楽が欲しい人が、その筋肉少女代とかあ、タマとか、今日人類が初めて木星についてピテカントロプスになる日も近づいたんだっていうさ、わけわかんないやつ。あれをいいって言い始めてるのが、今お笑いのところで、えーこう 怒っっててんんだななんていう,ふうに思ったりますで、その中で女性芸人っていうのが大して面白くもないのに出てくる人っていうか大して面白くない人ばっかりがこう起用されてテレビに出てるっていうことなんじゃないかなと本当に面白いお笑いの人とかもいるだろうになんていうふうに、えー、思ってクックックって思いましたって話ですまあだからそのあれだね 昨日はちょっと頑張っておき存をしましたね。えー、<laughs> で、結果寝ても2時間しか寝れなかったりとかしたので、今日は朝目が真っ赤でしたね。もう困ったと思ったりとかし,て、えー、ましたけど、あと、アカシア・サンタっていうね、その不幸な話を自慢する番組が昨日やらなかったんだってね。あらーと思って。えー、いつもは24日の 夜中にやってる番組だから、それ、頑張って起きてみようと思って、見たくもない歌われるものとかで暇つぶしをしながらさ、つらい、つらい日曜、チャップリンが面白くないとか思いながらですね、待ってたらやらない。で、ね、テレビ欄見たらさ、あしただって、今日やるんだって、今日の夜中のうんにアカシアサンタさんをやる。 時代は明石家たんタはやんなくてもいいと、まあ、年取ったさん明石家さんまと年取ったアナウンサーが二人でいるだけですからね何のリニューアルもされないずっとずっと野球選手が座ってあとバン坂なんとかバン番内とあとあのドゥーンの人がねいるっていうのも。もう 全部がおなじみですから。全然見る必要もないのかななんていうふうに思ったりします。でもまあ今日起きてたら見たいなと思うし、えー、ご長寿クイズも見たいななんていうふうに思ったりいたします。<laughs> テレビっ子ですね。ねあとねあの、クリスマスでさ、その,あの流れる音があるでしょあの。クリスマスの街中で流れる音のさ、<laughs> We wish you a merry Christmas ですよ。あれがさ、 もうやっぱ僕はアカシアさんた見過ぎてるからさもうあれ何聞いてもおめでとメリークリスマスに聞こえるんだよねあ <laughs> もう僕も病気だと思ってさもうあのね不幸な話をした人にプレゼントをあげるっつって番号を選んでもらう時に流れる音楽で <laughs> まあまあ気になる方は今日の夜見てみてください まあそんなのしか今楽しみがないんですけど、まあしょうがない。体も今本調子じゃないし、治ってんだか治ってねえんだかわかんない状態ですから。まあでも今ちょっと傷口がかゆくなってて、かゆいかゆいってなって、でも帰っちゃダメだから、えー、叩いてますね。<laughs> パンパンって叩いて、ごまかして。えー かゆみ止めの薬は、まあ、無費とか塗るやつはあるけど、それも塗っちゃいけないから、うん、いや、困ったなと思,うと思います。まあ、これが治る前兆であればいいんですけど、うん、まあ、そんな感じです。本調子になんとか今年中になって、ほんで、えー、冬アニメのレビューを今週中に、今年中にどっかのタイミングで、 冬アニメ総括したいかなと思ってます。いやでもやっぱこうう秋アニメがやっぱ強いからって話ばっかりですけど秋アニメがもう結構お腹いっぱいなんでね面白いのも面白くないのもポプテがあって戦争マンがあって水星の魔女があって、えー、ポプテピピックがあって、えーえー、まあとにかく。 で、なんか、あれでしょ一部の人にはボッチ、ぼっちザ・ロックってすげえ面白かったらしいんでしょ、ね、だから、もうこんだけみんなが面白かったんだから、冬アニメは、なんかす、爆弾級にでかい、えー、こう流行るやつなんかないんじゃないかと。あとうん、今のタイミングで話すのどうかなと思うんだけど、 ワンピースフィルムレッドっていうのが夏から劇場公開してて、まだ今やってるっていうさ、そ、そんなにお客さん入ってんのあ、DIY も面白かったよ。ああ、それはよ何よりですよ。僕は1話で見なくなりましたけど、面白かったらよかったね。いろんな、その店舗の話があるから、それぞれに合う人が見ればいいんじゃないかなと思います。僕はせっかちだから、す,すぐにこう、早く展開しろっ,つって。 早く事件が起これって。今日も水星の魔女で、あの、早くドンパチやれって言いながら、ブーブー言いながら見てましたから。僕みたいな人はちょっと DIY とかは向いてないんだなと思いました。まあ、そんな中でフィルムレッドも超ロングランで大ヒット上映。アバターの上映を超え、えー、みたいに、アバターはすぐ終わるんだろうなって思ったりとかしながらですね。いやー わからんもんもすねまだ新時代だ、新時代だって言ってんの、すごいね、と思って。まあでも、紅白歌合戦にもアドが出るらしい、歌が出るらしいとかっていうのね。まあ何年も紅白歌合戦なんか見てないので、えー、別に構えしないと思うんですけどね。で、ボッチ・ザロックですよ。ボッチ・ザロックも見たんですよ。奥さん、ちょっと。<laughs> 最終回だけ見たんですよ <laughs> そしたら普段の「ぼっち・ザ・ロック」はあのピンクの髪の人が一人脳内でこうねあの一人ぼっちみたいな感じの演出で変な顔したりとかインターネットネタみたいなのを拾ってきてそれを再現するとかっていうことをやって遊んでるロックアニメですよね軽音と違う感じの。 軽音部アニメみたいなそんなやつなんですけど最終回は視点を変えてその、うん、一人称の女の子の,そのピンクの髪の女の子の視点からの話ではなくそのみんなと仲良くなってぼっちだけどぼっちじゃないというかまだ人から浮くおかしな女の子だけど4人組で楽器屋さんに入って新しいギターを買うという一連の 演出を、その、一人称じゃなくて、引いたカメラで撮るっていう手法で、え、まあ、その子がぼっちじゃなくなったんだっていうような演出をしてて、へえーなんて思ったけど、全然面白くなないと思って。見ましたし、やりたいことはわかりましたけど、っていう。あと、すげえ動かねえというか、予算がないから動かせないんだろうなと思うんだけど、 動かねえ絵で、なんか、それ、動かない一枚の絵をさ、上下させたりとか、する演出とかさ、めちゃめちゃ多くてさ、うわーと思ったりとかしました。あれでも、ね、好きな人は応援してんだろうななんていうふうに思うんで、あんま臭す気はないけど、なんかね、見終わった後にね、だから何なのっていう感想しかなくなってて、ああ、僕はもう、 その感性というものが枯れたんだなっていう。こういうのを見て喜ぶ人のためにあるアニメだから、それに当てはまらない僕なんかが見たってしょうがない。アニメの恋愛のものとか、あのそ,それこそ軽音みたいなものとかあ、アイドルマスターとかもそうだけど、僕には合わないんだなっていう、そういうことだなと思います。だから、僕が腐す必要もないんだよなっていう。みんなが好きであれば別に。 こんな世の中に誰がしたんだっていう、そういうことですからね。<laughs> あの昔はダーティーペアとか、うんなんか1年に1回、じゃあ5年に1回ぐらいしかそんな美少女のアニメなんてなかった。主人公が女の子っていうのとかね、ヒロインがいるアニメっていうのはあるけど、その露出の高い女の子がなんかドタバタしたりするアニメなんてなかったんだあれあれはだから、 あの、秋葉メイド戦争は最後まで、ああ、そう、僕も最後まで見てよくわかんない。最後、30歳を超えたメイドの、ね、最初から出てたキャピキャピの主人公の女の子が、あのー、まだ車椅子に乗ってメイドやってますっ、つって。これがおじさんの推しなんだよ、つうので終わりましたけど。あれはだから、あのー、秋葉メイド戦争は、 結構厳しい弱肉強食の世界で、おばちゃんになったらメイドは終わるんだっていう、そういう話なんじゃないのと思いました。だから、うん、後半お話に出てきたなんか、秋葉メイド界のボスみたいな紫の髪の人と、で、そのボスと実は友達だったっていうさ、リンコさんっていうさ、第1話から出てる30過ぎた、あ3過ぎてからメイドやってますっていう。だからこれが 30過ぎたクソババアはメイドなんかやってないで死んじまえってアニメだと。だけど、最後にそれを裏切って、その30超えても車椅子乗ってもメイドをすることを選べば、それはメイドなんですよっていう話。でも、凛子さんは死ぬ必要なんかねえよなと思ったりも <laughs> しましてね。えー、あれもよくわかんないアニメだなとは思います。それに比べれば、ボッちザロックちゃんとしてたし。えー DIY も見てないけど、だなと思うんで、それはどっちにしろ合わない話だからさ。で、頭おかしいの見たいんだったら、もっと頭おかしいポップテピピックっていうのが今季あったから、余計にかそみましたね。だけどいや、やっぱあれはやる時期だったりとかさ、その、その、秋アニメの枠に入れちゃったことが、 秋葉メイド戦争の敗北なのではないでしょうか <laughs> ごめんなさいあのあ秋葉メイドけん戦争系っつったらあれだけどさそのあのほらゾンビになってアイドル目指す話えっ、ー、とタイトル「サガ」「サガ」えー「何ランドサガだ」だおおここまで出てきて「何ランドサガ」っけ <laughs> ちょっと待って、思い出すから <laughs>。ゾンビランド教えられた <laughs>。絶対で、ゾンビって言ってんだから出るだろ、普通 <laughs>。ああ、もう僕ダメなんだね。ゾンビランドサガが出ないんだね。まずサガから来るんだね、トラックにはねられちゃうオープニングの。あれも頭おかしいアニメだったら頭おかしいアニメだし、系統としては割と秋葉メイド戦争に近いといえば近い話でしょ。 や,のやっぱ一歩演出方法間違ったりとかその放送する時期ででゾンビランドサガは僕も同じように面白くないと思ったわけだけどゾンビランドサガにもファンはついてるわけだよねあれが面白いっつってだから2ークール作られたわけですからまあ分かる人がわかればいいんだろうなって思って僕には向いてないアニメなんだろうなと思うから今劇場でかかってる狼の仮面かぶって 時間内に約束を守らないとダメなアニメみたいなのとかさ、うん、CM してたりとかするけど、あれも合わないんだろうなとか、うんあと昨日のお昼ぐらいに、あ、アニメやってるって思って、えー、っと、あれ多分、お邪魔女どれみのその続編というか、スピンオフアニメとして去年かなんかちょっと話題になったやつうんが、 あのテレビ放送されてておおなんて思ったんだけどおおって思ったんですよで僕あこれ見てないやつだって思ったんだけど見る気になれなくて <laughs> まあ僕の体がちょっとね具合悪いからっていうのもあるんだけどせっかくやってたのに見なかったですからねやっぱりねなんかすごいそのお邪魔城ドレミを見て育った女の人が大人になって その、その、大人になった、おじゃ魔女ドれミに、あそうそうそう、魔女見習いを探して、そうああ、また教えられちゃった。ありがとう。それやってたんだ今、ね。で、やってんの知ってたし、始まったばっかりだから見ればよかったんだけど、見なかったんだよね。だから僕はもう、いよいよそ,そのターンに来てる。アニメやってるから、率先してみようとかじゃない。何か目的があって、我慢して、 その,その時間になるまでその嫌いじゃない番組を見ようとするとさ、変なその女のタレントの人が出てるバラエティが見たいわけでもないしおわ、お笑い芸人が違うことしてる番組も見たいわけじゃないから、そうすると選択肢としてはもう、あの時事総論かさあのあの、アニメしか選択肢がなくなるんですよ。 歌番組見たってギャスかギャスかうるさいしさ、うん。この二つぐらいしか選択肢がないんです、うん。で、そんな中にやってもやっぱ魔女見習いを探しては見,れ見なかったんだよねと思って。見ればよかったなってもちょっと今思うんですけど、まあでも後から別にまたネットフリックスかアマゾンかで、えー、やってる時に見れたらいいなとは思う。 昨日じゃなかったって話なんだろうなと思います。あまあそれ,それで言うとね「仮面ライダーギーツ」も今日ねまたもうゲームのルールが適当でだからあれ何かっつうとさ「仮面ライダーギーツ」ってさもうさそのお話のさそのファンタジーの世界から抜け出して現実に飛び出してきてさ脚本家かなんか殴ってくればいいんだよと思ってさ「<laughs> 仮面ライダーギーツ」の脚本を書いてるやつが一番悪いわけだから。 あんな話を作ってさあのあのゲームマスターが悪いっていう話を書いてるけどさゲームマスターが悪いんだっていう話を書いてる脚本家が悪いんだから脚本家をえいって殴れば終わる話だろっていうさでその3ヶ月後ぐらいに違う脚本家と監督呼んで「仮面ライダー響きみたいに違う話に <laughs> していけばいいんじゃねえの?」っていうふうに、えー、思いましたけど。 あなんだろうね。うん、まあいい、いい漫画でとかアニメの例で、なんて、なんて悪いやつなんだって怒るような作品はいい作品で、なんて悪い脚本なんだとか、なんて悪い監督なんだっていうふうに思っちゃう作品はよくない作品だっていうふうに言われるようなもので、仮面ライダーギーツはなんかその、なんてひどい脚本なんだっていうのを、まあ、一番最初に どうししてても来てしままなと思いますでも今の人の移り気な感じであるとか設定別に関係ないし毎週毎週その快楽装置として違う話そのもう一つの設定に縛られてあれもできないこれもできないじゃなくて何でもできるゲーム設定にして「ライダー勝ち残りゲーム」というテーマが1本あったあとは好きなことをやってくださいっていう風に。 作った方がみんなが飽きないのかななんていうふうにも思いましたけどまあそんな程度なんで、えー、いいかなと思ったりいたしますあ,あの結局話したい話を思い出そうとしてちょっと話が長くなりましたけど、えー、今日の雑談は以上です、えー、クリスマスですけどクリスマスらしいこともせず体も良くならずでもちょっと その体がかゆくなってるってことは痛くないから少しはマシなのかなと思いながら暮らしてると。で、部屋に暖房もつけず北海道みたいに停電になっても困らないようにこう部屋の中で厚着をしですね、えー、過ごしたのが2022年のあー一人ぼっちのクリスマスでありましたね。でも 一人ぼっちの方がいいよなんか、二人以上でいるとなんか楽しませなきゃいけないかなとか、それこそケンタッキーフライドチキンぐらい買ってこないとかなとかさ、プレゼントあげなきゃなとかさ、いろいろめんどくさいからさ、じゃあ一人でいた方がいいかな,なっていうふうに思いますあ。まあなんとか、まあなんとかなんとかですね、僕はもう死んじゃう人だからいいんだけど、うん、あの、まあ、 極力もう死,死ぬ頃にはもう配信もせずにひっそりとあの人最近見ないねぐらいでいなくなるのが一番いいなと思いますけどあとなんか就活だっつってあのあーでもこの話アホだからじゃあ今日サンジャポでチラッと見たんだあのツイッターとかで人が死んだ後にさ何々の嫁です、えー、このアカウントの主は死にましたっつっ 今までありがとうございました。これは残しておこうと思います。つうと、未来英語に残るみたいな話をしてたやつとかあったけど、まあそれも別に、<laughs> そう思ってるやつもいないし、人が死んで見なくなれば見なくなるんだし、年に一回でもそのアカウントに行って何かするんだったら、まだわかるけど、そんなやつはいねえし。えー、ああ最後に、あの、あ,あれあれ。 あのー、イーロン・マスクがツイッター買収して、でもう社長辞めるっつって、ほんで、えー、ツイッターはツイッターで新しい機能で、その閲覧数機能っていうのがついたっていう話をしましたけど、今日イーロン・マスクのツイッターを見ましたよ、えー、アクセスがですね、その閲覧数が4000万閲覧されてるらしい ああその程度なんだと思って <laughs> あの、どんなに頑張っても、イーロン・マスクでさえ4000万しか閲覧されないんだったら別にいいかと思ってさ、もっとすごい数字が出るのかと思ってたけど、そんなことはないんだね、あれね。えー、そんなくだらない装置をつけたんだなっていうか感想でした。以上です。僕は1億人ぐらいから好かれたい。 1>, 1億人に好かれて毎日1億え閲覧数ぐらいが欲しいから、100万見られようが知ったことじゃないじゃんですよ。100万なんて変だよと思ってた。1000万も変だよと思うだって1億が目標だから。<laughs> あの、いやあのね、1億分の1のゴミを相手にしなきゃいけないんだろうって思うと。 うんっていうふうに思う人だからさ、目標が高いからさ、志が高いから。でも、イーロン・マスクでも4000万だったら1億いかねえんだなと思って。よっぽどジャスティン・ビーバーみたいなさ、時の人みたいなのが、レディー・ガガみたいなのが、売れてるタイミングで集中してみんなが見るっていうことをやると、1億いくのかなぐらいじイーロン・マスクじゃ4000万なんだっていうのが分かったんで、 えー、もう一喜一憂して100だ、200だ、1万だって言ってるのがあ、しょっぱいっていう,う。で、1億人に好かれるとどうなるかっつうとさ、その、1億人に好かれてさ、その好きな1億人の人に10円ちょうだいって言うとさ、僕は10億円儲かるんだよ。あの <laughs>、だから1億人に好かれたいっていう話です。1億人、え、 ん今日の技術どういう脚本なのか。石森先生出してきたのが謎だった。あれでしょゴレンジャーネタでしょあのー、まあでも、仮面ライダーシリーズってそうやって、それこそ、なんだっけあの仮面ライダーいっぱい出す。仮面ライダー、平成ライダー10周年記念で作られた、えー、ライダー。お前の罪を数えろってやつと,とかもうライダー出すけど、あ、じゃああれは謎じゃないのかって話でもあるから もう仮面ライダーとしてもそうだし、あと去年かおととしやった全ャーとかもそうだし、その昔のコンテンツをうあのもう一回さらうという行為を、あの東映特撮は何年かに一回したがるってことだと思えばいいんじゃないかなと思いましたよ。う僕は別にその、もういいやと思っているので。 技術が面白きゃいいよねと思うんですけど、面白くないから、面白くない原因は脚本だと思ってるので、だからそ,そんな脚本家の書く作品なんだから、別にそれを謎だとか不快だとか言ってもしょうがねえよなっていうさ。もうその、山崎監督が作るドラゴンクエストユアストーリーはクソなの決定なわけですよ。で、今度なんか新しく映画作るやつもクソなの決定なわけですよ。あの、 うんでもそれは作られるし逆らいようがないしでギーツ面白えっつってる人もいるからじゃあそういう人をね敵に回さないようにするだけだよなって思ったりとかするんでんかん誰も石,石の森祥太郎のことなんか好き,な好きじゃなくて名前で知ってる偉い人ぐらいの音楽室の壁にかかってるベートーベンぐらいの。 感じじで見てんじゃねえかなと思いますもう石,も石森章太郎が死んでから生まれた人がプロの脚本家として現場に入ってておかしくないぐらいの、ね、今30歳ぐらいの人はもうそ,そんな感じだろうと思うので。 そういうううういいいい雑なな処理をされちゃゃんじゃないのっていうふうに思います。そもそも仮面ライダーの権利がもう石の森章太郎側になくてバンダイとかあ,ああいう企業側の方が権利取っちゃってるようなところもあるんだろうからねしょうがないんじゃないのと思ったりとかいたしますあというわけで、えー、今日の雑談は以上です1億人から1円ちょうだいって言っても1億円もらえるんだよ うん、じゃあ一億人に好かれた方がいいけど、Twitter だと閲覧数が4000万しか止まる、打ち止めだから、イーロン・マスクでさえそうなんだから、うん、っていうので、ちょっと、あの <laughs> ちょっと安心して、一桁しか閲覧数がなくたって、別に、あのー、泣かない、そんな気持ちになれたのでよかったなと思います。 じゃあ、以上です。お疲れじゃん。お疲れちゃん。